はい、皆さんこんにちは、ちでございます。総評さんで三国志13ですね。やっていきましょう。ちょっと落ち着いちゃったね。あ、しまった、変なの出しちゃった。落ち着きすぎましたね。呂布軍を落として、あ、いい感じだね。門番にも何も言われず、やっぱり同盟が成立してんですね。あった、これだね。もしやこの島で新丹が探していたものでは、一見間違いないな、新丹に届けねばと。ちょっとお金がね、だいぶ減っちゃいましたね。報告します。はい、どうぞ。構わんぞ。訓練ね。報告します。騎兵の訓練をしてはどうかと。構わんぞ。はい、どうぞどうぞと。報告します。陳軍様より文化ね。構わんぞ。はい、どうぞと。あ、同士が終わったね。どんな感じ。もういけるね。騎兵入ってるし、あ、騎兵がまだだわ。もう一回騎兵やってくんないかな。はい、はい、よろしく。はい、じゃあ新丹さんに訪問して、はい、ほにゃららほにゃららほにゃららと。いやー、そうじゃん、ほんとすごいことになったね。巡察を1、連戦を1を与えました。で、ちょっと妻たちのところに訪れますか。何用でございましょう。はい、はい、そんなに見ないでくださいよと。一通り妻の愛に、天満さんがね、お仲間になりました。で次は反響さんかな。何用でございましょう。はい、あ、なかなかポワワワワン言いませんね。よくおいでくださいました。はい、はい、談話ね。あれ、子供の方はどうなったのかな。私も放任だからね。あ、お父さんお帰りなさいと。大きくなったな、そう、宗家にしていたか、はいと。宗家も4歳か、そろそろ将来に向けたと。教育、飼育ね。統率無能無能すごい書き方だね。双方さん、年齢10歳、統率無能、武力天才。統率のない武力ってどういうことだろう。政治無能。宗炎さんはね、統率に苦手、武力苦手、知力苦手、政治得意。何これ。あと柏さんはね、宗主さん、統率無能、武力稚拙、知力優秀。あー、もうこれ完全に文官だね。で、反響さんの子は無能優秀稚拙汎用あ、凡庸か汎用じゃないね、凡庸だね。いやー、なかなかいい無能っぷりですね、これは。あ、入った。誰に行けますか。いや、行けない。誰にも行けないのか。さあ、じゃあね、巡察しますか。あ、寛平さんね。こんな案はどう。承知いたしました。はい。で、ところで、我が部隊はどこ行ってますか。あ、一応序南に着いたんだね。これはもう全然大丈夫だね。さあ、宗兵さんどうしますか。じゃあ宗兵さんどうしよう。誰かんとか遊びに行こっか。あ、いや、でも待てよ。天満さん来るんだよね。あ、天満さんまだだけど、あ、新丹さんが。よくぞおいでに。新丹さんの忠誠度が悪いんだよね。
とダモンで、あ、この人の人間関係ってどうなってるの？あ、私だけだね。シンタンさんは、あ、そっか、書物が好きなんだね。あんま上がんないけど、イニシエの兵法書。感謝の極み。あ、89までしかな、あ、違ったわ。中世が87にしかななかった。残念だね。交換持ってますが、別にいいでしょう。さあ、何か本をあげた方がいいんだね。天満さんいつ来るか分かんないから。お聞きくだされ。はい、どうぞ。もちろん良いぞ。報告します。急兵ね。あ、急兵もやってんだけどね。もちろん良いぞ。まあいいでしょう。で、検索いたす。銃の農業ね。はい、どうぞ。もちろん良いぞ。ここは武将の忠誠は、あー、天満さん悪いね。神丹さん、王室さんと、こういう流れか。天満さん多分ね、武器上げてればね、もう武器上げてれば全然 OK っていう感じで言いそうなんで、女優の人と仲良くなろうか。はい、急ぎ支度をせねば。さあ、おや、そこにいるのは、ね、王室さんだね。はい、これ以上中をね。ああ、五慶さんも来た。はい、満潮さんは大衆、大衆重心だから仲良くできるはずだよね。うん、貴殿か。じゃあちょっと、論議ね、しましょう。このようにしてはいかちょっと待ってね。というのも、陳頭さんをも交わしたいんですよね。どっちに向かわせよう。こうすると勝敗まで直接向かす。あ、一応そうするか。あ、そのルート選ぶんだね。で、こっちに切り替えましょう。報告します。はい、構わんぞ。いいですよと。人材誰かできないかい。一筋縄ではいきません。そうですか。一筋縄ではいきません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 。あらららららら。一筋縄ではいきません。ああ、ジャッキー。一筋縄ではいきません。ああ、ここまで来たらもうダメですね。一筋縄ではいきません。ああ、ダメですね。じゃあね、せっかくなんで訓練しておきましょうか。総兵は B だね。騎兵は C。 あ、みんな B なんだね。じゃあお願いしちゃいましょうか。この人まだ帰ってきてないと思うんですけどね。はい、承知したとのことですと。つい話し込んでしまったな、貴公という人間が。少し分かった気がするぞと。総兵さん、あ、これ誰、史跡さん。あ、ちょっと手伝ってあげましょうか。ご機嫌いかがですかな。すまない。お、なんかいいね。よいしょ。さあ、ちょっと私それよりこっちの方が気になるね。はいはい、どう。ああ、さすがや。あ、でも300しかいないね。間に合わないかな。さて、こうなったか。はい、はい、史跡さんね。あ、出れた。出れちゃいましたね。何、礼に合いませんやった。じゃあちょっと訪問して。ご来訪感謝いたす。この人何の人だろう。史跡さんね。あざなはありません。57、65、32、48。ああ、部の人だね。あ、ごめんなさい。今ちょっとね、コードが本体、前、パソコン本体に当たっちゃった音が入っちゃいましたね。訓令は、英士なんだろう。まあいいや。本当に読めない字が多いね。うん、性格ちょっとつ。五の武将、医療の戦いで劉備率いる諸軍が押し寄せた際、藩将の指揮下で迎撃に出る。先陣を任され甲冑と
高知遭遇すると高知を老将と侮って打ちかかり、物の3号で打ち取られた。史実か、記述なし。かわいそうな人だね。さあ論議しましょう。こんな案もございます。はい、と。あ、落とした。落としましたね。孫権軍は勝敗を制圧しました。周囲軍団の軍団使命が達成されましたと。ああ、呂布軍が滅亡しましたね。ああ、長領ら15人が劉備勢に捕獲されました。総評管轄の城下から一人の部署が移動しました。ああ、移動させられちった。お、その結果都市攻略どこ。お、いい、いい、来た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 。シーツだっけ、シーツ軍がまず講師をね、来たね。いやいや、はい、我々は、あーいいね、早速助っ人に行きましょう。こんなことしてる場合じゃないわ。解散だね。かしこまった。解散ね。はい、どうぞ。かしこまった。さあ、いい感じに動きましたね。よいしょ。孫権様は漢中攻略との重要からも派兵。漢中、あ、いいよいいよ、ちょっと待って、行く行く行く。あ、のんびりやってるわ私。あ、調子されちゃった。ね、じゃあ私もね、帰りましょうよと。さて行こうか。しまった、兵が、孫権様が漢中攻略と重要からも派兵せよと。派兵しますよ、派兵しますけど、ちょっとあれだね。うん、とりあえずね、一部隊だけ出しましょう。一部隊だけ出して、わあ、動員14日。ああ、もう来てるね、来てるね。これはちょっともうちょっと待とうか。一部隊出すの。報告します。はい、投資してはどうかと。もちろん良いぞ。さあどうしましょうかね。今は上位巡察使と有馬さんが行くの。もちろん良いぞ。まあちょっとこの辺が終わってからだね。とりあえず手伝いましょうか。はい、いつかね。今は大丈夫かな。まあ嬉しゅうございます。はい、巡察の発展に感謝した女王の民から古の、お、古の兵保証ね、売ったんだね、やつは。新丹さん売っちゃったんだね。一応なんかね、聞いた話が、教えていただいた話が、このアイテムっていうのはみんなユニークみたいですね。で、あげたら売られて、ぐる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 、じゅんぐりじゅんぐり回るような感じでね。お、女王の達成しましたよ。いやいや、2品かもで、あと9000もあるの。遠いな。呂布が説得に応じ登用されました。あれが薄い人だね。あ、でも加工園さんも来たね。まあ加工園さんはいいか。さあどうなんだろう。報告をいたします。まあ、はい、いやー、この5万っていうのがすごいんですけど。話があります。まあまあ、もちろん良いぞ。ある程度落としていけるかな。出してる場合じゃなかったね。機関兵いつ戻ってくるだろう。多分ね、満潮さんの、満潮さんが出てくるのに合わせようかな。さあ、じゃあね、私は誰いる。あ、五慶さんがいたね。なんだおめえか。で、この人ね、で、86、悪いね、66、62、65、59、4、すごく平均的な感じなんですよね。私、この人の結構ね、好きなんですよね。こんな案はどうだろう。この三国志13の中ではね。この人がどんな方か存じ上げてないので、あれなんですけど、わー、長領さんも来たわ。もう、負けないんじゃない。よいしょ。申し上げたき義がございます。はい、どうぞ。構わんぞ。さあ、誰か人材登用できないかな。お、行ってんね。一筋縄では行きません。一筋縄では適任がいます。行ってちょうだい。このようにして。かしこまりました。
はい、人材ね。もう一人いけないかい？あ、いっぱい行ってきた。あ、コウジュンさんもいいね。一筋縄では行きません。はい。で、ギフさんでしたっけ？で、リョレイキさん。責任がいます。あら、いいね。陳能さんでお願いしちゃおう。さあ、さあ、一部隊1万ぐらい出すか。あたしゃ、訪問しちゃいましょうか。もうちょっと、いつかね。この後なんだろう。ゴトン、あ、ゴトンさんだった。ゴケイさんって言っちゃった。ごめんなさい。そうだね。トンコウのトンだね。ゾウハの武将。大山の山賊であったが、呂布と曹操の対立時、ゾウハに誘われ、呂布に味方した。インレイラと三島の、三島か、の召喚を守るが、巨長に撃破される。呂布が敗れると身を隠すが、ゾウハの説得を受け、曹操の参加に入った。史実は泰山周辺で独立していたが、やがてゾウハに従う。呂布が曹操を攻めた際、ゾウハと共に呂布に協力した。曹操が呂布を滅ぼすと曹操に降伏。ゾウハは牢が国葬に、ゴトンは、李城大主に任命されると。そうなんですね。いえいえ、論議しましょう。このようにしてはどうか。はい、あ、来てるね、来てるね。あれ、ちょっと待ってね。皆さんどっち行くの？え、どっち行くの皆さん。あ、そっちね。で、あー、横領税19200で来てもね、19200で来ても勝てるかい？というわけでこの辺で終わっておきましょうか。総評さんで三国志13ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。